おはようございます。おはようございます。あ、レイチェルさん、おはようございます。それではスタートしましょうね。スタートしましょう。はるさん、おはようございます。おはようございます。今日はいい天気です。今日は外配信ができます。9月、12日、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。Now he brings his chosen ones, a new agreement with its guarantee of God's eternal blessing. こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。ヘブライ9-15。最近、なんか、契約というね、契約という言葉が多いですね。で、今日はね、車ないんです。ごめんなさい。今日は車がなくて、歩きです。そうそう、車乗れなくなってきました。あ、少し曇ってますかね。少し曇ってます。今日は涼しくていいですよ。今日は、涼しくて、配信日和ですね。配信日和です。ね、はい、それではですね、こういう街の様子ですね。街の様子。今日は歩きです。しかしちょっとなんか新しいとこ行きましょうね。山本さん、歩いてパノラマに行ってください。歩いてパノラマに行ってください。ちょっと歩くと1時間かかるでしょうね。1時間かかります。ちょっと歩きでパノラマは無理でしょうという感じですね。はい。おはようございます。今朝も作曲活動しながら放送を見てます。小田さん、アメン。素晴らしいですね。どうぞ、賛美歌を、ね、賛美歌を作曲してください、ね。おはようございます。おはようございます。皆さん、歌を作るなら賛美歌、ね、小説を書くならクリスチャン小説。何をするにしても、イエス様の証、イエス様の栄光。皆さん、私たちは何をするにしても神様の栄光を表しましょう。山本さん、そういえば切り株入れなくなっちゃいましたね。そうですね、あそこはね、蚊がいるんですね。また蚊がいなくなったらちょっと行きたいなと思うんですけど、朝の礼拝ライブ非常に感動しました。アメン。ハルさん、いいですね。私も実はですね、すごく昨日は感動しましたね。感動しました。山本さん、昨日の礼拝ライブも素晴らしくて涙が溢れてきました。じゃあちょっと感想タイム行きましょうね。昨日の礼拝ライブ感想タイムスタート、スタート。昨日の礼拝感想タイムスタート。礼拝を見て信仰が燃え上がりました。生きる力がみなぎりました。心を打たれた。刺身であまり楽しくなかった。あ、今ちょっと渡りましょうか。すごく神に感謝する喜びを感じました。アーメン。フィリップさん、感謝する気持ちを感じた。私もシモさんのように一生懸命信仰したい。アーメン。僕も礼拝で歌いたい。アーメン。
妻さんみたいに賛美したい。僕も立ち見 A の最前列でした。歌を歌うことで心が晴れるのを見て羨ましく思いました。僕も礼拝で歌いたい気持ちが強くなったサラさん。内村鑑三のようになりたい。昨日の礼拝はリバイバルの始まりかと思った。アメン。素晴らしい。下地さんの才能に嫉妬してます。いや、嫉妬することないんですよ。一緒に喜ぶんですから。一緒に励まし合って、ね。一緒に喜ぶんですから、嫉妬することはないんです。明るい礼拝と思いました。センタさん、アメン。明るい、礼拝と思いました。山本さん、メシアの前に朝日放送、素晴らしいです。いや、メシアね、今、レストランがあったんです。皆さんの笑顔、とても素敵でした。ハルさん。神様は何でもおできになると分かりました。イエス様の優しさに包まれて目に映る全てがメッセージした。ユミさん、日曜、町田で最も熱いエネルギーを発している場所だと思った。ここに少しベンチがありますね。少しベンチで。礼拝ライブの YouTube 動画、テレビで繰り返し再生してます。はるさん。イエス様はいつも僕の薬箱で、どんな風に僕を癒してくれるか楽しみです。アメン。これからもいろんな形で賛美したいと思います。アメン。町田一礼拝が熱いところだと思いました。センタさん、アメン。ラインライブ止まりました。あ、そうですか。ラインライブ止まってる。山本さん、小さい頃は神様がいて不思議な夢を叶えてくれた。はい、感想はありがとうございました。感想はありがとうございました。そうですね。ゆかさん、おはようございます。ゆかさん、おはようございます。今日のメッセージですか。今日のメッセージ、
ですね、今日の御言葉はまた契約の話でしたけれども、まあ、契約の話はもうだいぶしてきたので、そうですね、昨日のメッセージは、まあ、献身というテーマでした。皆さん、献身の決心をしましたか？自分を捧げる。自分を生きた供え物として捧げる。自分の人生を捧げる。自分自身を捧げる。自分の時間、自分の才能を捧げる。神様に、ね、全てを捧げる。喜び、感謝を捧げる。この献身こそ、信仰なんですね。どうですか皆さん、献身に決心できたでしょうか。イエス様に捧げたい自分の人生を、自分自身をイエス様に捧げたい人、手を挙げてください。自分自身をイエス様に捧げたい人、手を挙げてください。自分自身をイエス様に捧げたい人。はい、菊池さん、センさん、レイチェルさん、フィリップさん、アメン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 、素晴らしい、アメン、アメン、素晴らしいですね。アメン。アメン。献身はですね、一回じゃなくてですね、もう、日々献身という感じですね。日々献身。毎日のように自分を捧げる。日々新たに捧げる。毎日、イエス様に献身すること。それが大事だと思います。ね。日々献身する。日々の積み重ねが大切ですね、春さん。その通りですね。日々の積み重ねが大事です。アメン。ここは新しいところですね。ちょっとあまりちょっと来たことがないところなんですけど、山本さん、キューちゃん遠くまで歩けるようになったんですね。いや、今日は涼しいからね、涼しいから、まあ、歩いてる感じですけど、皆さんがですね、その、なんて言うんでしょうかね。この、偶像に捧げるという感覚。神様に自分を捧げるという感覚。そのですね、その、肉モード、ね。肉モードっていうのは結局、偶像に自分を捧げてるような感じですね。なんか素晴らしい景色とキリちゃんが似合ってます。ありがとうございます。その、行くモードっていうのはまさに偶像に自分を捧げてる。そういう感じがします、ね。ですから皆さんが、信仰モード。信仰モードっていうのは、イエス様に自分を捧げてるという感じですね。今日の服はマスターみたいにかっこいいです。マスターみたいに。イエス様がマスターですね。イエス様がマスターですね。ここは電波どうでしょうかね。ちょっと電波がいいかどうか。大丈夫ですね。ここは電波大丈夫です。もう肉モード捨てれました、ゆうたさん。もう肉モード捨てれました。アメン。
今日の朝突然 LTL の素晴らしさに気づきました。ありがとうございます。イエス様の素晴らしさに気づきましょう、ね、イエス様の素晴らしさに魅了されましょう。イエス様の、ね、素晴らしさを見るのです。この世の素晴らしさではなく、この世の素晴らしさではなく、イエス様の素晴らしさですね。イエス様の素晴らしさを見る、それが大事かなと思います。ここは初めて来たところなのでよくわかります。ね、どういうとこでしょうかね。こういうとこですね。あまり来たことがないですね、ここはね。もうちょっと行ってみましょう。行けるだけ。行きましょう。ちょっとごめんなさい。少し暑いのでね。このとこ行ったら危ないか。ちょっと暑いので、うちわを取りますね。キュウちゃん、迷子にならないで。皆さん、世の中の人はみんな迷子なんですね。世の中の人はみんな迷子です。ね、ですから、イエス様が、イエス様がですね、迷子の皆さんを、キリストといるなら毎日が祭り。キリストといるなら毎日が祭り。911から15年経ちました。私たちにできることは何でしょうか。その、テロがですね、神様によって抑えられるように祈りましょう。テロリストの人たちが、悔い改めるように祈りましょう。ね、特にイスラム教過激派の人たちは、ね、その洗脳によって自分たちは正しいことをしていると、悪魔に騙されているわけですね。そのテロをすることが正しいと思う、洗脳されているんです。ですから、その洗脳が解けるように祈りましょう。洗脳が解けるように。多くのテロリストは洗脳されてますね。洗脳されてます。間違いということに気づいてほしいです。アメン、アメン。そうですね。間違いということに気づいてほしいですね。昨日の礼拝、爆笑してしました。アメン。ここはですね、線路際になりましたね。線路際ですよ。なんか線路が近いというか。こんな線路際のとこがあるんですね。こういう感じですね。なんかちょっと登るとこがあるので登ってみましょうか。もう、どこまで歩くんですか。あ、電車来ます。電車が来ましたね。走って登る。ちょっと走って登るのは無理ですが、歩いて登りましょう。神様はですね、アブラハムにですね、この歩きなさいと、その歩いて行くところがあなたのものだと、あなたの歩いて行くところがあなたのものだと言いました。私たちも同じことが言います。私たちクリスチャンは、プレイヤーウォークで、ね、
私たちが歩くところが勝ち取る場所なんです。山本さん、会社員は満員電車に乗って地獄に行かなくてはいけなかったので、ニートで本当に良かった。アメン。日々新しく学べることに感謝します。天国に向かって走るあの列車に乗っていこう。アメン。アメン。電車は上から見ております。天国行きの電車、多くの人は地獄行きの電車に乗っておりますね。人生初めてここに来たんですか？そうですね、ここ初めて来ましたね。地元、もう55年ここに住んでますけど、ここ初めて来ました。55年もここにいるのに、この場所は初めて来ました。天国鉄道、アメン。天国鉄道、あ、ちょっと景色のいいとこ来ましたね。ちょっと皆さん、景色をお見せしましょうね。こういう感じ。こういう感じ、結構パノラマですね。綺麗な花が咲いてますね。ちょっと花を見せますよ。綺麗な花。これは何だか分からない。何だか分からない。綺麗な。なんていう花ですよね。ここもパノラマですね。そうですね。ここもパノラマですか。この道はどこに行くんですか。この道はどこに行くのか、この道はどこに行くんでしょうかね、わかりませんか。なんか道が、あの辺まで行ってるね。そうですね、まあここで U ターンしましょう、ね、今度下っていきますけど、この辺りで U ターンしていきましょうね。そうですね、昨日は911で15年経ちました。そして本当にまさに、テロの問題は霊的戦いを表していると思います。つまり霊の世界でテロが起きているような、その霊の戦いが目に見える形がテロという感じでしょうか。ですから私たちは、ね、テロを見て、あ、サタンが、ね、攻撃して人々を殺してるんだ。サタンが攻撃して人々を殺してるんだ。祈らなくちゃっていう感じで、私たちは、ね、祈りでですね、
戦うことができるんです。私たちはテロリストに対してね、この何もできないんじゃないんです。テロに対して何もできないんじゃなくて、あの辺になんか神社があるんですよね。ちょっとこう取り出しのためにちょっと神社行ってみましょうか。確かこれにね、神社があるんですよね。ちょっと取り出しに行きました。行けるかどうかわからない。あ、ちょっと行けそうもないかな。いけるかもしれない。なんか神社に繋がってそうな、そういう感じがしますね。何しろ初めて来たところですからね。55年も住んでて、この初めて来たという。はあ、ありましたよ、神社が。胸。神社ありましたね。ね、ちょっと、神社。まあ、神社を映したくないんですけど。神社があります。ね、ちょっと祈りましょうね。祈りましょうね。天の父様、ここに神社があります。多くの人が知らないで、神社の神を拝んでますけど、どうぞ、神社には本当の神がいない。神社の神に祈っても、それは偶像崇拝だということを知ることができますよ。日本中の神社で、多くの人が拝んでいます。お寺で拝んでいます。イエス様、どうぞ彼らの目を開いてください。彼らの目を開いて、神社に、参詣しても、神社で拝んでも、それは偶像崇拝に過ぎない。意味のないことだ。むしろ帰って、本当の神に対して、罪なんだ。偶像崇拝は罪なんだということに気づくことができますよ。どうぞ日本人の目を開いてください。日本人の目を開いて、彼らが、その本当の神、本当の神が、ね、イエス様なんだということを知ることができますように。そして日本がそのような偶像崇拝から解放されますように。日本が偶像崇拝から解放されますように。日本人が偶像崇拝から解放されますように。断ち切ってください。神社崇拝、お寺崇拝、あらゆる偶像崇拝から日本を断ち切ってください。偶像崇拝を断ち切ってください。日本が解放されますよ。日本が解放されますよ。日本人が解放されますよ。日本人が解放されますよ。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい。ここで私今日神社に来れるとは全然思ってませんでした。これはきっとですね、イエス様のね、聖霊様の導きだと思います。私自身そんなこと全然、ね、予定してませんでしたからね。全然予定してませんでした。神様が、ここに導いたとしか思いません。神様が導いて、神様がここに導いてですね、私に祈んなさいと導かれたと思います。でも全然私、ここに神社に来るつもり全然なかったんですね。
神社に来るつもり全然なかった。でも、ね、導かれて、聖霊様はですね、神社で祈るように、導いたんですね。不思議ですね。不思議です。神様は導いてくれます。僕も最初、キューちゃんの放送に導かれてきました。アメン。イエス様は導く方です。イエス様は導く方です。私たちは導かれます。ね、私たちは導かれます。日々導かれます。私たちは導かれし者たちですね。アメン。アメン。私たちは神様に導かれます。聖霊様に導かれます。私たちが積極的にイエス様に従っていこう。聖霊様に従っていこうという、そういう気持ちが必要です。私たちは積極的に従う気持ちが必要です。献身っていうのは兄にそうかもしれませんね。私たちがこの放送にいるのも神様の導きなのですね。アメン。そうです。皆さんが偶然この放送を見ているのではありません。山本さん、僕は最初はクルーズにこの放送に導かれました。アメン。偶然導かれたんじゃないんです。偶然じゃないんです。神様の導きなんですね。神様の導きです。偶然ではありません。偶然ではありません。神様の導きです。不思議です。不思議です。不思議です。神様の導きです。アメン。そうです。電車を移してどうするのっていうことですが、これはまさに神様。神様、天国行きの電車に乗んなさい、ね。リスナーの人たちにですね、天国行きの電車に乗んなさい。天国行きの電車に乗んなさいという印ではないでしょうか。すべてのことに意味があります。すべてのことに神様のメッセージがあります。すべてのことに神様のメッセージがあります。ぜひ皆さん、導かれましょう。神様が素晴らしいご計画があるんです。神様のご計画があります。その神様の、僕は今天国に行って、菊池さん、乗っております。ガタンゴトン。僕は今天国行きの電車乗っています。ガタンゴトン。ガタンゴトン。多くの人はですね、導き手がない、地図がない、ナビゲーターがいない。私たちは、ね、一寸先が闇じゃないですか。私たちはね、もうちょっと何が起きるか分かんないじゃないですか。皆さん、今日何が起きるか知ってますか？今日何が起きるか知ってますか？もちろん予定はあるでしょう。予定はあるけども、予定通りに行くかどうかわからないし、ハプニングが、ね、
ハプニングがあるかもしれないじゃないですか。一寸先、まあ、私たちは、結局は神様の中で生きてるんです。神様の、ね、神様のご計画の中で、まあ、生かされてるんです。ですから、私たちは、積極的にですね、これは日々そうですね。この放送がナビゲーター。まあ、この放送も、一つのね、皆さんを導く放送にはなっているでしょう。確かに、御言葉を聞く放送になっています。イエス様が作った花は綺麗ですね。アメン。しかし、皆さんを導く方が必要なんです。皆さんは日々導く方が必要です。それがイエス様であり、それが聖霊様ですね。イエス様であり、聖霊様。僕はキューちゃんの信仰に対する情熱から勇気をもらっています。アメン。アメン。皆さんには導き手が必要です。イエス様が必要です。イエス様が皆さんの導き手です。聖霊様が皆さんの導き手です。本当に必要なんです。皆さんの、その、指導者が必要です。もちろん、牧師も、指導者です、ね。ですから、牧師との、その、コミュニケーションが必要です。牧師とのコミュニケーションが必要ですが、でも、一番はイエス様です。イエス様との関係。日々私たちは、イエス様と、コミュニケーションをとって、イエス様に導かれる必要があるんです。イエス様に導かれる必要があります。はい。それじゃあ、明かしタイム行きましょうね。明かしタイム。ちょっと歩き疲れてきて。早くベンチが欲しい。早くベンチが欲しい。今日はだいぶ歩きました。まあ、でも神社に対する問いなしの祈りができてよかった。神社に対する問いなしができました。よかったです。山本さん、以前はこの嘘はただ弾幕の練習場だと思っていましたが、でもこの嘘は天国に導いてくれる放送だと気づきました。アメン。アメン。天国へ導く放送。天国を導く放送。アメン。じゃあ、歌詞行きましょう。イエス様を信じて、以前は、迷子で、行く道がわからなかったけど、今はイエス様に導かれている。今は聖霊様に導かれている証、スタート。今は、イエス様に導かれている証、スタート。スタート。キューちゃんのおかげで教会に通いました。久しぶりに配信を見て和みました。江戸さん。朝起きてから感謝の祈りを捧げるようになりました。フィリップさん。
導かれて迷いのない毎日で過ごしてます。レイチェルさん。あの日、あの時、あの場所で神に会えなかったらと思うと恐ろしい。ちょっと、やっと、よいしょ、やっと、ちょっとしばらく、ちょっとですね、少し休憩します。七つ道具を出して、ちょっと七つ道具ですね。少し七つ道具を出して休んでおります。山本さん、以前は暗黒放送を見て喜んでいた。でも天国に行くにはこの放送しかない。ニコ生にはこの放送だけが必要だと思えるようになった。アメン。アメン。大抵はニコ生すぐ飽きるのに、この人は別格。わお。それはね、人間じゃなくてね、神様がおられるからだと思います。神様がおられるので、皆さんは霊的に、霊的にですね、皆さんは、神様に会って何か導かれてると思います。この場所で神の存在に気づき、感謝です。辛い毎日だった。近頃私たちはいい感じ。アメン。なんだかんだ叫んだってイエス様を信仰します。この放送を見て、競馬オートレースやめました。神の兵士として命を捧げます。以前は肉モード、今は信仰モード。さらに太陽がある限り、イエス様についていくと決めました。イエス様のおかげで悩み無用です。イエス様のことを勉強しています。以前は真っ黒どん底人生。今はわっしょい人生。アメン。アメン。イエス様のおかげでいい人生です。イエス様のおかげでいい人生です。エルティル教会を愛している。とてもありがとうございます。今日もイエス様のおかげで元気いっぱいです。
僕が間違った方向に進んでいると神様は教えてくれます。神様はこの放送に導いてくれたことに感謝、そしていい気持ち。なんでキューちゃん以外のカリスマ牧師は伝道放送しないんですか。やっぱりですね、ニコ生とかツイキャスでですね放送するっていうのはなかなか勇気がいります。スズネコさん、なぜかキューちゃんの配信を見てしまう。それはですね、聖霊様が導いてるんです。聖霊様が導いて、放送を見なさい。放送を見て、私の教えを学びなさい。私の言葉を聞きなさい。イエス様と出会えて、偶像素材から守ってもらっています。アメン。アメン。アメン。いい風が吹いてますね。いい風が吹いてます。いつの間にか腰痛が消えました。いつの間にか腰痛が消えました。わお、すごいです。油注ぎは、ね、癒しももたらします。油注ぎは癒しももたらします。さまざまな解放、さまざまな癒し、さまざまな、その問題解決が、ただ聞いてるだけで、ちょっと、ただ聞いてるだけで、癒されていく。ただ聞いてるだけで神様が働く。不思議です。本当に不思議です。聖霊様の働き。そして聖霊様は小さな声で皆さんに、導きます。小さな声で。小さな声で聖霊様は皆さんを導きます。皆さんは神様に心を向けて、耳を向けて、霊的な耳ですね。霊的な耳をイエス様に向けるんです。イエス様に向かって語る言葉に耳を傾けるんです。祈りっていうのは、私たちが、祈っているようでもありますけど、祈りっていうのは神様の言葉を聞くことでもあるんです。神様との会話です。神様との会話、音声として聞こえないとしても、音声として聞こえなくても、神様が私たちに何かを語るのです。何か思わせるのです。神様が語る言葉、神様の導きを感じ取るんです。それが祈りです。ぜひ皆さん、この祈ってる時ですね。祈ってる時、神様が何か語っていること、聞いてください。聞きたいと思っています。山本さん、友人にこの放送を勧めたら手から金粉が出てきたと言っていた。スズネコさん、神様と会話したい。神様と会話した。アメリカは9割以上キリスト教なんだっけ。あなたはクリスチャンですかと言えば、8割、9割のアメリカ人がクリスチャンですと言うかもしれない。でも、本当に信仰のあるクリスチャンはもっと少ないんですね。本当に、祈ったり、聖書を読んだりする熱心なクリスチャンはアメリカでも少ないですね。毎日放送できるキューちゃんの原動力、油注ぎですね。油注ぎです。
カリスマの総意としてこの音声は支持されてるんですか。あのカリスマの、牧師会に出ていますが、この放送のことも時々明かししますね。時々、明かしますし、私はその牧師会の中でも委員会の中でもインターネット係ですね。インターネット放送係をやっております。もうそういう放送係という係になっております。集会の時に放送しますね。集会の時に放送します。それじゃあちょっと、帰り自宅しましょう。ごめんなさい、もうそろそろちょっと明かしの時に飲まなかった。ちょっとそれでは帰り自宅。では行きましょう。鈴猫さん、神様と会話したい。アメン。神様と会話したい。熱心に思ってください。熱心にね。そして祈ってる時は、鈴猫さん、イエス様にね、長く祈ってください。すぐに神様から思いが来ないかもしれません。でも諦めないでください。諦めない。その神様に祈れることを喜んでください。神様に祈れるんだ。神様と会話できるんだ。すごい。神様と会話できるんだ。その素晴らしさを信じて、その特権を信じて、喜んでください。神様と人生とは、ね、イエス様と共に歩むことです。ですから人生とはイエス様と会話することだと言ってもいいでしょう。人生とは、イエス様と会話をする。それがですね、人生とも言えるでしょう。祈ったらなぜだ、だから韓国が大好きになった。アメン。アメン。敵意があるから、敵意があるから韓国が嫌いなんですね。しかし、イエス様を信じると、敵意が、なくなるんですね。なくなっていくんです。イエス様を信じると敵意がなくなってきます。そうすると韓国が好きになるんですね。韓国が好きになります。だから皆さん、韓国が、ね、嫌いというのは、まだ罪があると言ってもいいでしょう。韓国が嫌いだというのは罪がある。つまり、まだ悪意があるということでしょう。教育されていない。教育されてないということには言えるでしょう。ですから、イエス様を信じると、韓国は好きになります。隣人が好きになるんですね。韓国も中国も大好きです。ピーちゃんありがとう。アメン。アメン。家族の健康を祈ってたら、50年間愛煙家だった父が禁煙した。アメン。素晴らしい。素晴らしい。山本さん、もう肉モードで生きることをやめて、信仰モードで生きようと思って。標準モードじゃないです。信仰モードで、ここはね、ここはメシア。メシア。レストランメシア。メシアっていうのはね、救い主という意味ですね。救い主。でもここはね、多分クリスチャンのレストランじゃなくてね、ただご飯屋っていう意味でやってるんじゃないかと思うんですけど、
このレストランは祝福されると思いますね。このレストランは、まあ、イエス様を信じなきゃダメかもしれません。メシアという店が近くにあるのは偶然とは思いませんね。アメン。アメン。偶然は一つもありません。偶然は一つもありません。あ、時間が来てしまいましたね。それじゃあですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて。イエス様に導かれたい。聖霊様に導かれたい。神様の声を聞きたい。神様と会話したい。一人で歩むのは怖い。一人で歩むのはわからない。イエス様と共に歩みたい。イエス様の導きが欲しい。イエス様の導きが欲しいと思う人、アメン。アメンと言ってください。アメン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 。イエス様の導きが欲しい人、アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。今日放送できたことを感謝します。どうぞイエス様、私たちがあなたに導かれたいのです。一人で歩むのではなく、あなたの導きの中で歩みたいのです。どうぞ、アーメンと言った方々が、これからは、イエス様と共に歩むようになりますよ。イエス様に導きを受けて、イエス様に導きを受けて、そして、いろいろなことを導かれて、悪魔から守られ、災いから守られ、神と共に歩むことができますよ。神と共に歩むことができます。イエス様どうぞ、アメンと言って方々が、救われます。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 祝福が来ますよ。祝福が来ますよ。感謝します。感謝します。感謝します。多くの方々が、イエス様と出会って、イエス様の素晴らしさ、イエス様の美しさ、イエス様の愛、イエス様の愛を感じて魅了されて、イエス様に魅了されますよ。イエス様に、イエス様の素晴らしさ驚いて、イエス様を信じていくようになりますよ。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン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 。アーメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それじゃあ、また、ですね、今日、今晩8時、今晩8時、ニコ生ですね。それじゃあ、皆さん、良い一日を、イエス様に導かれる一日を、イエス様と親しく語り合う一日を送ってください。ありがとうございました。シャロー。シャロー。シャローン。シャローン。アメ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 ン。